ヘイリー・ミルズは、イングランド・ロンドン出身の女優、歌手。名優サージョン・ミルズの娘で、子役スターとして知られるが、成人後も、舞台やテレビを中心に活動を続けている。女優ジュリエット・ミルズは実施。また、イギリスのロックバンド、クーラ・シェイカーのボーカルであるクリスピアン・ミルズは息子。ケネディ・センターにて、パートナーのフィルド・オス・バムジと1946年に、 俳優ジョン・ミルズと女優で作家のメアリー・ヘリー・イベルの間の次女として生まれる。1959年の映画、追い詰められて、で、英国アカデミー賞有望映画新人賞受賞。また、1960年の主演映画、ポリアンナで、第33回アカデミー賞子役賞と、第18回、ゴールデングローブ賞有望女性新人賞受賞。子役時代は、 多くのディズニー映画に出演。1966年の映画、二人がけの窓の撮影で知り合った映画監督、ロイ・ボールティングと1971年に結婚するが、二人が出会った当時、ミルズは20歳、ボールディングは53歳で既婚だったため、このフリンスキャンダルにより、ミルズの人気は急落した。1973年には息子、 クリスピアンが生まれるが1977年に離婚する。その後、作家で俳優のリー・ローソンとの間に息子、ジェイソンを設け、後にジェイソンは舞台演出家となる。1997年からインド系アメリカ人の俳優フィルド・ースバムジと交際し、2019年3月時点でロンドン南西部の家で同居しているが、結婚する予定はないと2019年3月の インタビューで答えている。ありがとうございます。